水戸ホーリーホックオフィシャルウェザーサポーターの小林雅俊です。さあ明日の甲府戦の天気なんですが、先日ツイッターでお伝えした天気予報とちょっと傾向が変わってきました。明日のポイントはですね、天気が下り坂になるということと、少しジメジメ感じるような体感になることなんですね。明日の天気予報こちらです。はい、明日午前中は晴れているんですけれども、試合中だんだんと雲が増えてくると思います。今のところはですね、試合中天気が持ちそうなんですが、もしかすると試合の終盤からお帰りの頃雨がね降ってくる可能性があります。そして気温はだいたい22度前後、先日は少しこうカラッとするのかなと思っていたんですけれども、ちょっとねムシムシジメジメと感じられそうなんですね。ですので明日は念のためレインコートと、あとはタオルがあると安心だと思います。